ようこそアンダーグラウンドの世界へ。私は闇の案内人、織田信姫よ。今日はとても危険な動画になると思うわ。はっきり言ってここからはアンダーグラウンドの世界。浅瀬の住民たちは引き返すことね。そう、絶対に調べてはいけない闇サイトの情報を掴んだのよ。ヤバすぎるサイトよ。どれくらいヤバいかっていうと、あの出川哲朗がヤバいしか言えなくなるぐらいヤバいわ。ヤバいよヤバいよ、相当ヤバいわね。それじゃ真相の世界って行きましょうか。ベルカムトゥアンダーグラウンド。一体どこの方向を見てるのかわからないわ。あさっての方向を見ているのかしら。私はそう、漆黒の案内人織田信姫。カウンターが7020。これはなんて不吉な数字なの。7と0と2と0が並ぶなんて。何なのこれは。そしてこのいきなり並ぶひらがなのゲ、あとすごい糸編多くない。まあこれ一つ一つクリックできるみたいだから、ちょっとこの緑のページとか、うわあ、何も変わらない。うわー、何これが奴の今までの動画ね。なんて奇妙な顔なの。今にも動き出しそうな人形。青色をクリック。え、はっ、これは奴のページ。戻るしかない。桃色のボタンも、あ、これも、あ、これはやつのツイッターね。この大々の、ああ T シャツトリニティ。いや、グッズ展開してんのかーい。カジュアルスウェットじゃないよ。ディープラーニング試験官ベビー、デジタルニードファッション、他の人に自撮り見せるのやめてこれ買えるんだ。110サイズから XL サイズまでどのたりにも気軽に楽しめるレギュラーシーツ。存在はいえ、あ、結構デザイン的じゃない。おお、なんか押した。ちょっと待ってすごい虫が現れたわね。どうやらこの虫を退治しないといけない。え、さっきよりもこれ虫が、うわー、ちょっと待って、あー、ちょっと